VASIS とは、飛行場投下のうち、航空機着陸時の適正な侵入角を可視光で知らせる、侵入角指示等の一つ、バッシーとも呼ばれる。VASIS は、着陸しようとする航空機に、その着陸の侵入角の量費を示すために滑走路の末端付近に設置する投下であり、済んだ大気中では 7.4km 手前から、視認することができる。 軽機着陸装置のある飛行場に設置が義務付けられた、投下であった。日本では VASIS が正式な略称であるが、日本以外の国では、バッシーと呼ばれることが多い。なお、日本国内では高精度な同種装置である、PAPI への切り替えが完了しており、日本の民間飛行場には現在設置されていない、ペンサコーラ空港滑走路35の2、バーバッシー。 設定された角度の上層では白、中層では赤と白の混色、仮層では赤を示す陶器を2列配したもの。手前の第1等列が白、先の第2等列が赤に見えると適正な侵入角であり、白々に見えると高い、赤赤に見えると低いを示す。日本の航空法の旧規定では、隠れ片側に3個ずつで、両側2列の、計12個の陶器が設置される。 アメリカの標準、バッシーでは、左側のミニ2個ずつの、計4個が設置される。標準的でない右側設置のものや、角列1個ずつの2個設置のタイプも存在する。2番 VASIS と同じ陶器が3列配されたもの。一番手前の第1陶列が白、次の第2陶列が赤、遠くの第3陶列が赤に見えると、小型機の適正侵入角となり、第1陶列、白、 第2等列、白、第3等列、赤に見えると、大型機の適正な侵入角である。日本の旧規定では、第1等列、第2等列は2バー VASIS と同じ。第3等列は片側2個ずつの、計1 6個が設置される。アメリカの標準、バッシーでは、左側のみに2個ずつの、計6個が設置される。TRCV とも略され、一つの陶器ユニットが3色に。 変化するバッシーである。赤に見えると低い、緑に見えると適正侵入角木に見えると高いことを示す。一般的には左側に設置される。昼間は1マイルから1.5マイルの距離しか視認できず、赤と緑の転移層も木に見えるという問題がある。日本には過去も含め設置されたことはないが、主に東欧諸国で普及している。プラジーは一つのユニットが色を変えたり、 明滅することによって、新入閣を提供する投下である。ユニットは、緑の明滅、緑の不動校、赤の不動校、赤の明滅と変化し、それぞれ高い、適正、低い、低すぎるを示す。一般的には左側に設置される。日本の航空法の発備はこのタイプに該当する。アメリカでは、プバシーと呼ばれ、緑の代わりに白が用いられる。 3から4個の陶器が左側に設置され、色の変化ではなく形の変化で、侵入角を知らせる陶器である。アメリカでは、アラインメント・オブ・エレメンツ・システムズと呼ぶ、適正な侵入角では一直線に見え、低い時には T 字に、高い時には逆 T の字に見える。なお、低すぎる場合には赤く変化するものもある。日本には、過去も含め存在しないが、ブリスベン空港等で使用されている。 滑走路近くまで幅広い角を有するために200フィート以下では十分な精度が得られず、また、もやの中や逆光での侵入では色のコントラストが足りないなどの欠点がある。日本ではこの欠点のため、滑走路末端まで正確な侵入角を提供できる PAPI への置換が進められた。ありがとうございます。